40回目を迎えますブリーダーズカップウィークエンド2日目、今年は8頭出走する日本馬、その先陣を切るのはフィリー&メアターフのウィン・マリリンです。去年の暮れ香港バーズ以来の G1 2勝目を狙います。おととしデルマーでラブズオンリーユーが日本調教馬初のブリーダーズカップ勝利という歴史的な出来事を成し遂げてから2年、ウィン・マリリンがその偉業に続くことができるでしょうか。世界で最も美しい競馬場の一つに数えられるサンタアニタパーク競馬場、ヒルサイドコース坂の下りの途中からスタートします。ウィン・マリリン、クリスチャン・デムーロ騎手との初コンビで今ゲートに入りました。ルミエール6、ディラン・マクモナグル騎手、そして注目フランキー・デッドーリ、インスパイラル入りました。12番ゲートに誘導ステートオケージョン、鞍上はロッサライアン、入って12頭ゲートインが終わります。スタートしました。ウィン・マリリン5部のスタートを切りました。インスパイラルはスタート一息後方、さあまず最内から1番のイン・イタリアンが先頭に立って、ヒルサイドコースを下りながらダートを横切ってホームストレッチへと入ってきます。8番フェブローバー、外12番ステートオケージョン、2、3番手インの4番手が2番ウォームハート、直後には11番ルミエールロックです。4番モイラが中段、並んで3番ウィッザムーンライト打ち出し沿い、外は7番のリンディが続いています。中段後ろ6番インスパイラルと、そして5番のウィン・マリリンが並んで後方3、4番手9番ディディアが後ろから2投目、10番マキューリック最後方でゴールの前を通過する12頭、これから1コーナーのターンへと向かっていきます。先頭はやはり最内1番のインイタリアンが取り切りました。ジョエル・ロザリオ、ターンをカーブしてリードは1馬身ぐらいです。12番ステートオケージョンが2番手、3番手8番フェブローバー、並んで2番のウォームハート、3、4番手これから向こう正面に入っていきます。11番ルミエール6、3番ウィッサムーンライト、5、6番手並んでいます。その後が4番のモイラ、6番インスパイラル、フランキーレッドーリ、中段のインコースを追走、その後ろになりました7番のインディ、そして5番のウィン・マリリンは今後ろから3投目、先頭までは10馬身ぐらいインコースを追走しています。あとは後方から4番のモイラ、そして10番のマキューリックが最後方です。3コーナーのカーブに入ります。1番インイタリアン軽快に逃げます。リード1馬身をキープ。ステートオケージョンが2番手、外から仕掛ける8番フェブローバー、3番手から2番手に接近、2番ウォームファートがウォームハートうちの4番手、後続も殺到、11番ルミエールロック、押し上げる4番のモイラ、さらにはインスパイラル、依然ウィン・マリリンは後方インコース直線コースに向かってきた。インイタリアンが先頭、2番手後続殺到してきた、外からはステートオケージョン、内から2投目ウォームハートが伸びてくる、さらには外はモイラ、間から5番のウィン・マリリンも伸びてきているぞ。先頭ウォームハートに変わった。外からインスパイラルが一気に伸び、ウォームハート、インスパイラル、2頭並んでゴールイン。捉えたかインスパイラル、残ったかウォームハート、最後の一追いでフランキーレッドオーリー、インスパイラル届いたかどうか。直線狭いところ内から2投目のスペースを抜けてきた2番のウォームハート、外へ持ち出して素足一閃、6番インスパイラル、2頭が並びました。混戦ムードが伝えられていたフィリー&メアター、その混戦ムードのままゴール前も混戦でした。そして3着争いの一角が5番ウィン・マリリン、4番モイラと並んでの3着争いです。1、2着、3、4着、いずれも接戦となりました。初めてのジュハロン 2000m 戦に挑んだインスパイラル、そして G1 3連勝を目指したウォームハート、この2頭の1、2着争いが接戦。そして日本のウィン・マリリン、苦しいところから伸びてきて3着争いの一角、こちらも3着争い接戦になりました。どうぞ1、2着、3、4着それぞれ判定をお待ちください。ブリーダーズカップフィリー&メアターフ、実況でお伝えしました。確定までお待ちください。